ファンの皆さんとオンラインでお話ができる日です。楽しみ、とっても。今日は5時に起きました5時に起きて途中30分の仮眠をしながらのんびり準備しました。はい、でもなんかまだ寝れそうです。まだ休憩時間も寝る気満々だし、今もうまぶた閉じてるけど元気です。おはようございます。どうも。今日はハロウィンということでメイドさんでお待ちしてます。今日はまだ会場に着いてから着替えるんですけど、今日はメイドで待ってるのでぜひ来てください。よろしくお願いします。おはよう、みんな。おはようございます。朝ごはん食べましたよ。もう食べた。だってもう5時から起きてるから、もう起きて3時間は経つ。もう朝からバタバタ準備、バタバタのんびり準備しました。おはよう、グッモーニング、グッモーニング。おはようございます。今日は1時間目から1,2,3,4って私は4部あるんですけど、4部中3部はおしまし券使えなくて、1部朝の10時からの部だけ他のメンバーの券を持っている方はおしましで来れるっていうシステムです。まだそのなんていうの、時間に余裕がある人はおしましが使えるんですけど、1時間目はおしまし券も使えるので、あの今配信見てる人はきっとね、おしまし使ってくださいって言っても、まあ心に決めた人がいるかも、パセリの件取ってくださってると思うので思うんですけど、えマジ一部もおしましできなくなってた。ありゃあらら、じゃあ誰かあれかな、他の部からおしましとか、あの時間変更もできるんですよね、おしましが使える人は。4部に用事が入ったから朝に回そうとかもできるから、それもありえる。楽しみにしてます。久々だから、今日が終わったらしばらくアイドル姿ないのでまあアイドル姿といっても、今日は別に衣装着るわけでも踊るわけでもないんですけど、今日以降はもう何もステージの予定がないので、舞台終わるまでは。そうだから今日からしばらくメンバーとも会えない日々なんですけど、ファンの皆さんとメンバーから養分を吸収して養分吸収しまくりたいと思います。おはよう、グッドモーニング。おはようございます。昨日は私は香川でお仕事があったんですけど、昨日もその舞台は稽古があって、みんなが仲良さそうな写真あげとってエレタンさんのインスタ見たら、なんか 4,5 人ぐらいで写真載せてて、うわーいない間に仲が深まってると思って、うわーやばい、置いてけぼりだってなおはよう、楽しみです。今日はお話し会よろしくお願いします。よろしくね、よろしくね。今日は昨日油そば食べに行ったから、朝起きたら結構むくんでて、でも東京行ってから2キロ減ってました1週間。この前何日に帰ってきたっけ、この前帰ってきたじゃん1回ね、1日だけ帰ってきた日があったんですけど、土曜日
あのメイクポーチ忘れた日、メイクポーチ忘れた日から1週間で2キロ減って、やばすぎる。わお。でもめっちゃ食べてるのにね、3食食べてるけど、やっぱ運動量が乗り換えと縦の運動量が多いみたいで。そう、でも今日はあの油そばでむくんでるのでプラマイゼロって感じです。イエーイ、おはよう。なんか前になんか韓国アイドルの方が取材でね、撮影前はあのガリガリに見えないように前の日にむくむものを食べますってインタビューで答えてるの見たことがあって、で私はさ結構むくみ結構気にするタイプだから、えすごっって思ってたよ。ちょっとすごいめっちゃいいやんって思ってたけど、今日それかもしれん。むくみでこけてなくていいかも。ね、お弁当も久々に武蔵とかかな、なんだろうな、今日のお弁当も楽しみだ。イエイ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 。今回はメイクポーチ忘れないようにしないといけません。メイクポーチとあとまつげ美容液、まつげ美容液行方不明だったんですけど、なんとメイクポーチの中に入ってました。だから私1週間まつげ美容液濡れてなくて、なので今日からはちゃんと塗ってます。後からその代償が来るかも、まつげ美容液を1週間塗れなかったっていうあれが来るかもしれなくて怖いけど、また再開します。アクスタがなんと多分向こうにある、向こうのキャリーバッグの中に多分あって、広島に忘れたと思ったらなかったんですよ。だからもう一回あっちに戻ってキャリーバッグを再捜索します。うん、悲しい、忘れ物ばかりの人生。おはよう。そう、行方不明捜索願い出してるとこ。ね、パセリならなんか忘れそうね。ほんとそうなんだよね。否定できない。そう、忘れ物多いから。そうなんですよ。人生の忘れ物ばかり。ちょっと鼻水出る。人生の忘れ物って何？あれしとけばよかったみたいな。いやでもあれだね、死ぬまでにやりたいことみたいなリスト作ってさ、達成していかないと。まだ早いか。なんていうっけさ、就活みたいな。おはよう、おはよう。20分まで配信できるかな。20分まで配信したらまた準備に戻ります。20分。アイスはでも家に、広島のお家にあったアイスのストックが昨日でなくなっちゃったので、今度帰ってきたら、もう次帰ってくるの舞台が終わってからかな、なんですけど、アイスのストックを買わないと。箱アイスがなくなっちゃいました。ついに大事に食べてたのに、パリパリバーなくなっちゃったから、次帰ってきたら半月以上、3週間ないか、2週間、半月、2週間ちょっとまたメンバーと会えない。あ、会えるけどメンバーが向こうで公演とかあるから会えるんですけど、まあ、会う約束してるんですけど、メンバーと踊ったりはしばらくできないのでとても寂しいですが、頑張りたいと思います。そう、前回が5日ぐらいで1回帰ってきて、で1週間今回
1週間でまた帰ってきて、次がもう一番長い、もう明日から稽古がまた始まるから、明日から舞台終わるまでずっともう帰ってこないです。寂しいですね、メンバーとなんか日常的に会えないっていうのはやっぱり。まあでもこの前の個人ファンクラブイベントで泣くだけ泣いたんで寂しくなって泣くだけ泣いたんで、お涙、帰りの新幹線でも4時間泣きっぱなしで帰ってきたので、あの日は4時間泣きながら寝ずに帰ってきて、でマネージャーさんに心配されて牛タンのお弁当買ってもらって頑張れって、あの日はもう泣き尽くしたので、もうみんなに心配かけちゃったから笑顔で過ごしたいと思います。やばいよね。そう、あの10月10日の日は涙ってこんな出るんかってぐらい、前の日から泣いてたよね。10月9日も福フェスの楽屋で一番端っこの席で、メンバーと踊れなくなる、これがしばらく最後やと思って寂しくて泣いて、そのタイミングでなんかメンバーに話しかけるで、パセリこれなんとかだよねみたいなので、だからなんかバレないように返事した記憶があります。うん、でも個人ファンクラブイベントまでの2週間とか2週間前ぐらいから毎日泣いて泣いてたけど、ね、泣いてでも何もならんから、最近はなるべく、笑顔で過ごすようにしてます。ポジティブに捉えるようにしてますね。そうなのよそう、おはよう。私はもう本当にいろんな、まあ、原因が全いろいろあってね、新公演に出れないかもしれないとか、いつ始まるか分かんないか、出れないか、マイカーもいつ始まるか分かんないか、出れないかもとか、舞台初めてで不安とか、東京一人暮らし1ヶ月やばいとか、なんかもういろんな、そういろんなのがバッてきて、しばらくはそういうちょっとおセンチなセンチメンタルだったんですけど、うん、そんなちょっとそれで過ごしても仕方がないので切り替えてます、今は。だから今日はお話し会終わるときはもしかしたらまた寂しくなるとなるんじゃないかなって思います。5ミリぐらいになってた、5センチからセンチからね、ミリにね。おはよう。サライ聞くと泣いちゃいそう。マラソンしようかな。でもマラソン感想、今残り3週間切ったってことは今中間地点ぐらいだから、まだまだサライ流すのは早いかもしれない。もっと1週間前ぐらいから舞台本番始まったぐらいから毎日みんながサライ歌ってください。感動のゴールをします。あ、負けないでか。確かに、そう、ショールームの存在が本当にありがたくて、そう、いっぱい喋っちゃう毎日。なんかさ、広島にいるときより東京にいるときの方が配信してるなと思うもん、朝と晩としてね。しかも生活も規則正しい、もう朝起きて配信して行って帰ってきて配信してもう寝るって言って、だから
ほんとショールームとメール返信様々でございます。これからもよろしくお願いします。そうなんよ昨日とかさ、こっち帰ってきてからの方が移動でもうちょっとバテちゃって配信短くて終わってしまったんですけどまた戻ったら朝と夜と配信また復活するのでよろしくお願いします。今はね結構ね稽古もまださ始まったばっかりなんだけど、これからもしかしたら本番に向けてもっと詰め詰めスケジュールになるかもしれないから、そうなったら朝の配信がもっと早くなったりとか、もう乗り換えの時間的にもう夜配信が本当にギリギリ、今も結構ギリギリ帰ってくるのギリギリなんですけど、マジでね終わった瞬間出てねめっちゃ乗り換え頑張ってるのにね、全然やっぱ電車の時間って決まってるからさ全然もう待たせてしまって申し訳ない、みんな遅寝になっちゃうと思って申し訳ない。おはようね、つめつめになっていきそう。おはようございます。はい、無理なく、でも今んとこ無理してないので、これからも逆にもうみんなを無理せず見てもらえたらと思います。はい、おそねって誰、おそねさん、お船、おそね、お船はサザエさんのお母さん、お船さん、うん、では20分になりそうなのでもう終わりたいと思います。もうスイマーはメイク中にスイマー来てやばい、これはもうこれはもうやばいと思ってさっき30分寝た早く起きすぎたんですよ今日そう、なんか昨日が4時起きだったけん、なんか今日5時になんか起きちゃって早く起きすぎちゃいましたね。なので朝からもうすでに仮眠済みなので、お話し会もお話し会は元気に頑張れそうです。おはよう、では男女読んで終わりたいと思います。この後おはようメール送ります。 X もポストしました。ポストの時間早すぎたかもしれない張り切りすぎた。 X ポストしてます。では男女いきます。13位、よしよしおさん。12位、まちゃるさん。11位、梅さん。10位、大吉さん。9位、翼星さん。8位、和之進さん。7位、新一さん。6位、クワドリさん。5位、アルテミスさん。4位、スケオさん。3位、ペスコシダさん。2位、いっちゃん。1位、ジーツーさん。ありがとうございます、ありがとう、見てくれて。ではまたお話し会で会える方はまた後ほどです。よろしくお願いします。忘れずに来てね。みんなの仮の姿じゃない顔を見せてください。今まだ仮の姿やから、後ほど本物を着てください。では待ってます。またね。ありがとう。